東野圭吾の小説秘密の解説です。この小説、まあもう数ヶ月経つんだけど、結構前にこの小説読んで、読み終わったら結構嫌な気持ちで、ずっとこの秘密という小説の解説の動画作りたかったんだけど、日本語の小説を日本語で解説するって難しいでしょ、正直言って。俺この動画4回ぐらい撮ってみたんだけど、毎回もう途中で分からなくなって、時間経って話忘れそうになってきてるから、今日はもうできるだけ東野圭吾の秘密をまとめて解説やってみようと思ってますよ。で、これは秘密という小説を読んだ人たちのための動画です。これは読んでない人たちはもう 100% ネタバレになるんですから、小説読んできてください。で、まあちょっと忘れてる人はいると思うんですけど、秘密はですね、平助という何歳だった、30代の男が急に奥さんの直子と娘のモナミが事故に遭っちゃって、病院に行ったら奥さんの直子が死んでしまって、モナミはまだ生きてると思ったら、モナミが起きたら中身が直子でした。大変だね。平助とモナミの体に入った直子は頑張って生活していく話なんだけど、最後の方に急にモナミが戻ってくる、自分の体に。モナミの精神が戻ってきて、でちょっとずつ直子がその体から去っていくような、そんな展開になるんだけど、最後に本当にモナミが戻ってきたのかって平助は疑ってる。そんなところで小説終わっちゃうんですけど、この小説大体解説3つがありますよ。3つがありますよ。1つは最初から最後までモナミでした。モナミは起きた時にお母さんを失ったあんまりの悲しさで、自分がお母さんになろうとする、そしてその悲しんでるお父さんの姿を見て、それちょっとでも助けたくて、だから自分の中にある意味で自分のお母さんを蘇った、自分がお母さんになっちゃった、その性格を借りて。でも最初から最後までそれはモノミがやったこと、それ一つの解説。二つは、まあ最初の小説の流れ通りに、モノミの体にナオコが宿って、で途中でモノミが出てきて、それでナオコがちょっとずつ聞いていくっていう解説もある。で、それ最後にちょっと疑ってるケイスケはいるんだけど、まあそれが本当だったっていうこと。ケイスケはやっぱり自分のナオコがもういないということを受け入れることがなかなかできないということだけなんですよっていう解説もありますよ。ついてきてますか？これ難しいでしょ。なんか普通の小説まだ解説とかしやすいと思うんだけど、これさ、人が違う人の体にいるから言い回しが難しい。最後の解説は最初から最後までナオコでした。モナミは最初のバスの事故でいなくなって、あれからモナミの体にナオコが住んでる、宿ってる。この3つの解説の中で一番俺が信じたいのは、最初から最後までモナミが生きとったって信じたい。ナオコは死んで、モナミはちょっとあんまりのストレスで自分のお母さんになったと思ってた、思い込んでただけで。それは思いたいんだけど、やっぱり本当のは最初から最後までナオコです。最初から最後まで奥さんは娘の体に宿ってると信じてます、俺は。だから最後にナオコがまた若くてかっこいい人と結婚するときに、本当にケイスケかわいそうと思って、めっちゃナオコにぶち切れた。もう本投げたもん、ふざけんな、こんやろ。やっぱりさ、いくらナオコと娘のモナミが間が近かった、親しかったって言っても、やっぱエッチするときとか、そういう最初のデートのときとか、そういう口癖、ケイスケだけ覚えてる口癖とかさ、モナミがしてるわけないじゃん。しかもまだ小学生だったからさ、エッチの話とか絶対してないでしょ。だからその時点でもうモナミじゃないじゃんと私は思った。その上に答えは東野圭吾の立場から考えるとちょっと見えてくると思うんですけど、東野圭吾はこの小説書いて何がしたかったかっていうと、東野圭吾は直子自身が小学生の娘の体
に宿ってたら旦那との間、旦那との関係はどうなりますかって探ってみたかったと思います。思いっきりそれちょっといろいろ考えてどうなるんでしょうねっていう、あの、探ってみたかったんだから、多分その気持ちで小説書いたと思うんだから、それだったらモナミが自分のお母さんになったと思い込んでるだけじゃん。思い切り探っていけないじゃん。所詮モナミが自分のお母さんになったと思ってるだけってなるだから。でも本当にナオコだったらどうするっていう現象っていう状況を、あの、探ってみたかったって結構小説で伝わってくるから、まあ、作者としての立場考えると最初からモナミの体にナオコがいったと思います。重い小説で真剣な、なんて言えばいいかわかんないけど、真剣な話だから、東野圭吾はその超自然的な、あの、ハプニング一つだけで抑えたいんだろうなと俺は思った。その超自然的なハプニングは、あの、まずナオコがモナミの体に入って目覚める。で、多分それ以上にその超自然的なこと起きてほしくないから、作者がね、あんまりそういうバカバカしいことをどんどん起きると、あの、話の内容がどれも信じなくなる、なんか感じなくなると思うんで、その最後の方にちょっとずつモナミが自分の体に戻ってくるっていうのも嘘だと思います。タイミング良すぎたし、モナミの体に入ったナオコが旦那のケイスケと、あの、全然うまくなくて、で、次の日に急にモナミが起きた、モナミ戻ってきたみたいな、あの、タイミング良すぎて、あれはナオコの嘘だと思う。だからこの小説、この秘密っていう小説を読んで、本当にナオコが思いっきり嫌いになりました。もうこれから自分の旦那とうまくいけないならさ、別れろ。もうごめんなさい、ケイスケ。私はあなたを愛してましたが、今、モナミの体に入って、再び自分のまた違う人生を歩んでるように、あの、私も変わっちゃったんで、あの、別れたいです。また若い人と付き合って、新しい人生を歩んでいきたいですって、ちゃんと伝えれば、そうした方が平助もさ、新しく恋愛ができるじゃん。でも平助はずっと我慢してる。自分の奥さんのために。なんかナオコさ、自分が若いからって自分の人生の方が大事って思い込んでる。平助だってさ、これからの人生40年とかあるでしょ。で、そのこれからの平助の40年は、まあ、おじさんからの40年だからどうでもいいんですよってナオコが思ってると思う。やらしいなと思った、こいつ。もう本当にナオコの最初から最後までの行動は、まあ、最初はナオコも頑張ってたと思うけど、途中から本当に何をすれば平助を苦しませるかって考えるような行動だ。もういちいちの行動は平助を苦しませるようなことだと思うよ。自分の娘のモナミが帰ってきたって嘘ついてね、あの、そのお父さんの気持ちをもて遊ぶようなことをして、そして自分がいなくなってモナミが戻ってきたと思わせようとして、それが失敗して平助が、あの、最初から最後まで、あの、ナオコがいたって気づいて、もっと悲しむんじゃん。もう不倫じゃん。もう本当に嫌い、本当に嫌いだった、ナオコのこと。あの、この小説のは、その秘密っていうのが、その世間から、あの、モナミの体にナオコがいるという秘密じゃなくて、それナオコが自分の旦那に対して秘密を持つという意味なのかなと思う。信頼関係がちょっとずつ崩れていくという物語じゃないんでしょうか。まあ、みんなどう思いますか、これ。俺、平助のことをかわいそうとしか思わない。しかもナオコはもっと上手いやり方あった。もう伝えろよ、別れたいなら伝えろよ。新しい体を手に入ってさ、自分の旦那見捨てて、もっと若くてかっこいい男と結婚するってさ、いやー、やらしい。まあ、これ、あの、難しい。この動画見てる人たちは、合同小説の解説苦手やな、下手やなと思ってる人たちいると思うんですけど、小説読んでその上に解説するのは、至難の技ですよ。難しいですよ。やってみてください。まあ、雑でしたけど、これは東野圭吾の小説秘密の
解説と私が思っていること、ナオコがクズです。はい、どうも。平助は好きです。モナミは最初から死んでいました。ツッコミ強盗でした。